79丁目駅は、ニューヨーク市地下鉄 BMT ウェストエンド線の駅で、ブルックリンクベンソンハーストの79丁目、ニューユートレヒトアベニュー交差点にある、終日 D 系統が停車する。東側階段79丁目駅は、相対式ホーム2面3線の高架駅で、1916年9月15日に開業した。中央の急行線は、普段使われていない。 マンハッタン方面ホームには緑色のフレームと支柱で茶色の屋根がかけられており全体がベージュの風防で囲まれている。コニーアイランド方面ホームも同様だが風防は全体にはなくホーム両端には高い網フェンスが設けられている。駅名標はニューヨーク市地下鉄で標準的な黒地に白でレタリングを施したものである。 メトロポリタントランスポーテーションオーソリティの2005年から2009年投資計画には79兆名駅を含むウェストエンド線の駅の改装が盛り込まれていた。その後、2012年に2009年アメリカ復興、再投資法に基づく資金拠出を受けて駅の改装が行われた。駅舎は線路及びホーム下に設けられた、高架上にあり、改札が2カ所設けられている。 終日営業しているのは南側改札で各ホームから階段で下ってくると待合所とホーム間連絡通路があり自動改札機が並んでいる改札の外にはトークンブースと通りに降りる階段があり79丁目ニューユトレヒトアベニュー交差点の北東角及び北西角に降りることができるもう一箇所の改札は北側にあり 駅員は配置されていない。各ホームからの階段は駅舎の外側を通っている。自動改札機は1台だけで、これを抜けると階段で77丁目、ニューユトレヒトアベニュー交差点の南東角及び南西角に降りることができる。以前設置されていた出場専用自動改札機。ありがとうございます。